ではおお人ずつお話を伺っていいいきたいと思います。ご自身にとってどんな大会だったかいただけますでしょうか。今シーズンあんまり調子が良くなくてあのでも周りの皆さんはやっぱり金メダルだろうっていうふうにあの言ってくださることが多かったんですけどあの試合当日まで本当に不安でしょうがなかったんですけど最後の最後まであの自分を。 信じ抜くことができたからこそ取れた金メダルだと思いますし自分をもっと信じていいんだなっていうふうに思えた大会でした来年、東京で世界陸上がありますのでああのぜひ皆さんにも国立競技場に足を運んでいただいて日本の皆さんの前であのいい投てきをしてまた金メダル取れるように頑張ります、えー、たくさんの応援ありがとうございました。僕は試合前のの減量の段階で たくさん失敗してきたので、えー、軽量失格するんじゃないかとたくさん周りをヒヤヒヤさせましたが無事に金メダルを取ることができて、えー、少しほっとしとています。まあ、僕がたくさん失敗して試合にも負けていろんな挫折を味わってきたんですけれどもやっぱりそこから立ち上がる姿であったり一歩くじけたところから立ち直る勇気であったり一歩踏み出す勇気っていうのをこのスポーツっていうのを通してオリンピックを通して スポーツの力を社会に伝えてあの社会に貢献できれば誰か一人の役にでも立てばいいなと思っていたのであのそうですねそういったことを踏まえて一生懸命この大会は頑張りました、えー、東京オリンピックでは決勝で敗れて本当に悔しい銀メダルを味わってもう二度とこんな悔しい思いはしたくないと思って3年間パリに向けて準備をしてきて。 えー、念願かなって金メダルを獲得できて、えー、本当にあの嬉しいしほっとしています、えー、応援ありがとうございました小さい時からオリンピックっていう舞台、オリンピックでの優勝を目標にして、思い続けてやってきたので、まあ、そこの憧れの舞台で金メダルを取ることができて、本当にあの嬉しかったです、たくさんの応援ありがとうございました。 昔からレスリングをやっていてオリンピックで優勝するっていう夢を持ってやってましたそのオリンピックで優勝することができてあの本当に小さい頃からの夢を叶えることができたんだなという夢のような現実のような思いで今、いますあの本当にたくさんの方に応援していただいたおかげでこの金メダルがあると思いますありがとうございました。本当ににオリンピックっててこんなに楽ししい舞台で素晴らしくて もう一度目指したいと思える場所だったなと思いますえ本当に体重を増やしたりとか筋肉を増やしたりオリンピックのためにたくさん頑張ってきたんですけどもうその思いが報われて本当に幸せな気持ちになりましたありがとうございます私は3回目のオリンピックで今回銀メダルを獲得することができてとても達成感と嬉しさで満ちあふれていますフィニッシュした直後はなかなか実感することができなかったのですが この銀メダルを首にかけてもらったときにこの重みを感じて今までの努力が詰まってるんだなと実感することができましたセーリングは1週間行われて最後まで気持ちを保つのが大変だったんですけどたくさんの方が応援してくれたおかげで最後まで全力で戦い抜くことができました。応援ありがとうございました総、はい、総合合馬馬術術のの友でですすチームはですねあのパリの 結果で初老、えー、ジャパンというネーミングをいただきましてあの私自身は、えー、まだ41でして初老ジャパンの名前どうかなと最初思ってたんですが、えー、パリの選手村で食堂に行けばあの体操選手10代の体操選手が横でご飯を食べ今日このような素敵な場に呼んでいただき登壇すればいつの間にか最年長。 もうあの受け入れるしかないのかなというふうに思っています。あの今日このような素敵な場所にあの呼んでいただいたのはあの共に戦ってくれたスタッフや応援してくださった皆様と我々のスポーツはあの馬パートナーの馬がここに連れてきてくれたのだとすごく感じています。本当にありがとうございました。まだまだ僕若いので、えー、次の大会目指してまたもっと上手になれるように練習したいと思います。 私にとってパリの大会は確実にステップアップできた大会かなという印象です、えー、っとリオ東京都2度メンバーに落選してしまってま今回初めての出場そして初めてのメダルということで確実にステップアップできましたで一方でま次4年後は金メダルっていう新しいモチベーションもしっかりと あの、持つことができたので、そういう意味で、一歩ずつ上に上に進んでいけたらいいなというふうに思っております。今後とも応援よろしくお願いします。え、私は今回のパリオリンピックは。もう、今まで,で、いろんな感情を。こう、体験してきたと思ってたんですけど。こんなに。苦しくて、こんなに逃げ出したくて、でも、こんなに。こう、安心。して、なんか、本当に。オリンピックでしか味わえない。 あの感情をたくさん味わったなっていうふうに思いましたしフランスはフェンシングの発祥地の一つでもあるのでその中でグランパレっていうすごく歴史的な綺麗な建物で戦えたのも、まあ、今絶対ボランティアですよねっていう方いらっしゃいますけどボランティアの皆さんだったりとかあの会場設置とかしてくださった本当にたくさんの方々のおかげであの一生忘れられない大会になったかなと思います。応援ありがとうございました ありがとうございます。その騎手のプレッシャーもやはりあったんでしょうか。自分としてはこうあまり意識してないつもりではあったんですけど、終わってみてあなんかいろいろ背負ってたのかなみたいなのは思いました。騎手 <laughs> ありがとうございました。お疲れ様でした。した近代五種競技佐藤大将です。えっと近代五種競技はえっと皆さん。 本当日本ではマイナーすぎて知らない人の方が多いのですがこのメダルを取ったことによってちょっとは知ってくれてる方がいるんじゃないかなとちょっと思ってます東京オリンピックでは近代五種の、えっと、役員をやっていてすごく悔しい思いをしたのでそこから3年間あの死ぬ気で、えっと、努力してきましたそしてそれを支えてくれた監督コーチそして皆さんの熱い応援サポートのおかげでこの 日本人初のメダルを獲得することができました本当に皆様一人一人に心から感謝申し上げます本当にありがとうございましたはいパラ水泳の鈴木孝之です、えー、皆さんパラリンピックも応援していただけましたでしょうかありがとうございます、えー、皆さんの応援もありまして二、えー、大会連続で金メダルを獲得することができましてやはり有観客のあの中で レースができたことをすごく幸せに感じましたしまたその中で金メダルを取れて、えーえー、君が世も、えー、聞けたことをすごく幸せに感じていましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますパラ水泳の木下愛良ですと自分の目標にしてたところには届かなかったんですけど日本でなかなか感じることのできないような声援の中で泳げたこととか いろんなことも含めて、次につながるいい経験になったと思います。応援ありがとうございました。4年後は金メダルを目指していくんですけど、まずは来年の世界選手権で自己ベストを更新して金メダルを取れるように頑張りたいです。ありがとうございました。アスリートとしての最終目標は何ですか まあ今マットに実際に上がって戦うのは自分1人なんですけど、まあ、そのマットに上がるまでにやっぱり本当にたくさんの人のサポートがあってマットに上がることができていますそういった人たちにえっと勇気やったり元気やったり夢だったりを与えられるようなそして日本を元気にできるようなアスリートになれるようにこれからも頑張っていきたいと思っています。 オリンピックに出場してみてどんなことを感じましたか。ああ質問ありがとうございます。と東京の時に感じたことは、やっぱり他の世界大会と他の選手の気迫が違うなっていうふうに思っていて、ああのみんな人生かけてこの四年に一度のオリンピックに準備してきてるんだなっていうのを感じました。でも今回のパリのオリンピックでは。 あのその気迫というよりはあの会場全体もそうですしあの選手自身もどちらかというと楽しんでいるイメージの方が強かったです私たちレスリングのアリーナは7000人、えー、と観客が入れるアリーナだったんですけど7000人みっちりと観客が入っていて音楽もすごく大きな音で盛り上げている。 雰囲気があって私たち試合やってる選手たちがエンターテイナーのようなそんな雰囲気で試合をすることができました世界選手権だっては日本で開催される大会ではそんなようなことはなくて初めてこのような場所で試合をすることができてすごく楽しかったですし何ですかねオリンピックってこんなに盛り上がるんだっていうふうにも思いましたまた選手村とかではいろんな国の選手と交流もできますしオリンピックって想像

ごめんなさい全然違うんですけど僕はあの馬という動物にあの総合馬術とか障害馬術とか馬場馬術っていろいろあるんですけどあの馬という動物に僕はうまく乗れるようになりたいというのが選手としての最大の目標でそれに向けてあの練習してますしおそらくここにいるみんなが自分がやっているスポーツの頂点とにかくうまくなりたいんだっていう気持ちでやってると思います。 であの野球やってそうですよねだからあの大谷選手見てもらったらあの大谷選手きっとモテたくて野球やってるんじゃないと思うんですよねわ <laughs> からないんですけどなのでやっぱりあのとにかく練習して野球をとにかく上手くなるあの勝つとか負けるよりもあのスポーツが上手な選手になってもらって結果的にモテるが いいんじゃないかなと思いますありがとうございます,います今ちょっと目があったんで三沢選手も今の質問お答えいただけますでしょうかはい、えー、私は一番最初は自分のためにやりました何よりもまず自分が強くなりたい勝ちたいっていうことでまあその誰が言ったからとか誰のためにっていうのじゃなくて自分のために始めましたで、今ももちろんその気持ちあるんですけどももう一つは ま自分が何か頑張ることによって誰かに感動だったり勇気を伝えることができるっていうのにすごくあの心を動かされましてまそれこそオリンピックのような大きな舞台ではそういうことが体現できるのであの自分のためにっていうのにプラスして次第に他の人に何か少しでも伝わればいいなって思いを持って競技をするようになりましたありがとうございます最後にチームジャパンの騎手も務められた江村選手これからの子どもたちへメッセージを送ってください。 はいえー、そうですね私もまだまだ本当に未熟で皆さんに何かこうアドバイスできるようなこうほど偉くないんですけど、まあ、自分に言い,言い聞かせるつもりで喋らせていただくと,、えっと一番言いたいのは一生懸命を楽しんでくださいということでそれはもうスポーツに限らず皆さんそのフルートもそうですしお仕事もそうですし、まあ、学校でやってることでもそうなんですけど。 一生懸命を楽しむっていうのは同じことをやるにしても質も上がるしどうせ同じことをやるなら楽しんでやった方がいいしで一生懸命やるからこそ自分が成長できたり学びがあったりとかこなしてたりとかただただやってるとせっかく同じことやっててもすごくもったいないと思うので皆さんぜひ今やってることを目指してる目標があったら。 一生懸命を楽しんでもらえたらいいなって思います今日はありがとうございました